お答えください。沿岸南部気仙地域にそびえる三陸屈指の霊峰御用山。半世時代ここから産出されたヒノキは火縄の原料となり、巨大鉄砲藩として恐れられ欧州伊達藩を支えました。伊達家第18代ご当主伊達安宗様から竹にスズメの家紋の使用を許され、伊達家直参の鉄砲隊として連綿と続く歴史が平成の世に息づいています。仙台青葉祭りは平成7年の第11回から毎年の参加となります。それでは初めに伊達安宗伊達家18代ご当主の霊峰により演舞を開始いたします。これからの進行は御用山火縄銃鉄砲隊隊長にマイクをお渡しいたします。伊達の狼を拝礼つかまつる一同礼直れ我らこたび竹古彦の御事の狼の大前にて神霊を振るに変え古式法術を見祭りつかまつり、それへの清らかなる御霊沈めと床里の諸人たちの安永を祈願するものなり、はじめにこの場の邪気、そして自らの邪気を滅ぼう霊舎の儀を伊達家第18代ご当主伊達安宗様御自ら見祭りつかまつる。にて演武奉納の儀納めつかまつり一同礼。